今から何年か前のことだったと思うんですが、ハーバード大学で講義している、正義の話を聞こうとかなんかいうのがありましてね、一時日本で非常にこう流行しまして、太い厚い本が売られてたり、NHK が相当繰り返しですね、放送したりしてました。まさにあれを私が聞いてみたらですね、腐った匂いがするっていう感じがしたわけですね。なんてこんな腐ったことを日本人はいいと思うのかなとこう思ったわけですが、アメリカの正義っていうのはですね、日本人が考えてる正義とかなり違うわけですね。それはどうかって言いますと、明白な天命、それから白人の責務、キリスト教徒の義務、ドミノ理論、テロとの戦いというふうに進んできました。テロとの戦いは反民主主義との戦いとも言われますが、一応分かりやすくテロとの戦いということで、進めてみたいと思いますが、明白な天命というのはですね、全部英語なんですけども、一応日本語に訳したもので日本語でいきたいと思うんですけども、アメリカ東海岸に流れ着いたイギリスからの難民がいたわけですね。これが現在のアメリカ人ですが、アメリカ本土に住んでいたインディアンを全て殺すという方針でした。そしてその土地を取るわけですから、これはどう見てもですね、従来のキリスト教の教えとか、それから、ヨーロッパにも道徳っていうのがありましたから、それとは違ってたわけですね。だって先にそこに住んでた人たちは、後から来た人が武力で、全部殺してその土地を自分のものにすると。これをしていくためにはですね、やっぱり正義の御旗が必要だったわけです。その正義の御旗が実は明白な天命という言い方だったわけですね。キリスト教の神様が我々が西に進み、そこにいる人を殺してよいという天命を与えたということで納得し、インディアンが600万人殺されたわけですね。現在インディアンという言い方はいけないということでネイティブアメリカンと呼んでますけど、若干そっちの方がいいんですけど、同じようなことですね。この明確な天命を神から聞いた人は誰だったんでしょうかね。誰かが神から、あなたたちは西に進んでそこにいる人を殺してよいという神様がそう言ったわけですね。だけど、イエス・キリストは少なくとも言わないですよ。っていうのは、私は旧約聖、あ、新約聖書、旧約聖書、随分読みましたけど、そんな理屈は書いてありませんもんね。だけど、アメリカ人はそうしました。次が白人の責務ですね。ホワイトマン、アメリカで言うわけですが、それの責務ですね。白人は優れているので、これ、どうしてそういう仮定したのか知りませんよ。白人が優れているので、我々は有色人種は抑制し、抑圧し、教育し、あるいはその領土を奪って白人の世界にするのが白人の義務だという、そういう見方ですね。これはアメリカがですね、インディアンをほぼ殺し終わったあたりからですね、始まった、1850年、もしくはそのちょっと前からこういう考えがあってですね、カリブ海諸島、メキシコ領は非常に広かったわけで、今のアメリカ合衆国の約3分の1ぐらいがメキシコでしたね。そこを取り、ハワイを侵略したわけです。これはおかしいわけですよね。だって他人が、しかもインディアンは国がなかったとも言えるんですけども、ここら辺にはですね、国もあり、例えばアメリカはメキシコと戦ったわけですよ。メキシコという国と。ハワイはもちろん独立王国でしたから、それを侵略したわけですね。ですからそのための理屈がいるので、これは白人の責務であるというふうに言ったわけですね。今でも私、ハワイはアメリカのもんじゃありませんからと言ってもですね、多くの日本人は、いや、そんなこと言ったって、アメリカが占領してるからいいじゃないかとこういうわけですね。ところが日本がちょっとどっか占領しますとね、もう猛烈にこう言って返せ返せって言うんですけど、どうなんでしょうかね。それからアメリカが3番目に出してきたのが、キリスト教の義務というやつですね。これはアメリカがフィリピンまで出てくるときに、やっぱりフィリピンですからね、これは太平洋を渡ってですから、ちょっとやっぱりまた抵抗があるわけですね。もっともその時にはフィリピンはスペインが占領してましたから、同じく、キリスト教ではあるんですけどね、とにかくフィリピンをキリスト教化するということで、キリスト教の義務、キリスト教徒の義務というのがあってですね、キリスト教徒ではない国を占領し、キリスト教に変えるのがアメリカ人の義務であるという思想を作ります。日本への攻撃はちょっと日本の文化が強力だったので、日本をキリスト教にするという方針で日本を攻めたわけじゃないんですが、ちょうどその頃の理屈がこのキリスト教の義務でありました。それから続いて戦後に出てくる、これはもう私たちが生きている時代に出てきたものですが、ドミノ理論ですね。第二次世界大戦後、共産主義に広まるから、ドミノ倒しということになると大変だと、これを防がなきゃいけないということで、ベトナムに進駐しました。
別にもちろんですね、若干ベトナムはソ連が共産党に、ロシアが共産党になってソ連になり、中国が、共産党になって共産中国になり、それがベトナムまで来るんだっていう理屈は一応ベトナムについてはあったんですが、その他南アメリカとかいろんなところでこのドミノ理論でアメリカは出兵しておりますが、ちょっと無理なんですね。から現在行われているのがテロとの戦いです。日本でもこの論理に負けてですね、今までと同じようにテロは許さないと言ったりも、テロとの戦いを称賛しておりますが、これはアフガニスタンとかイラクなどの侵略の口実として使用した錦の御旗であります。もちろん錦の御旗で嘘ですからね。事実はイラクの大量破壊兵器なども嘘なんですけども、この御旗があれば、どんな侵略も先制攻撃も許されるというのがこれ現在であります。これらの理論武装とですね、嘘、それから相手への挑発、偽装というんで、戦争のきっかけを作るわけですね。具体的に言いますと、アメリカのやり方はですね、相手をじりじり追い詰め、切羽詰まった相手が反撃するようにして、反撃した途端に叩くという、それはインディアンの戦争であり、メキシコの戦争であり、対日戦争でしたね。インディアンはもう騙すんですよ、露骨に。酒を飲ませて、難しい契約書を見せてサインさせ、相手はその白人を信用してるんですよね。ああ、そうかそうか、友達友達ってサインすると、そこにはお前らの土地を取るぞというサインがあるか、条文があるってことですね。メキシコもそうですよ。直接アメリカは戦争を起こさないんです。軍隊と住民を連れてってメキシコ領にどん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 入っていくんですよ。これでもう他国の人が入ってくるから、メキシコがたまらずですね、反撃の鉄砲を一発撃つんですよ。したらバーンと来るんですね。対日戦争もそうでした。日本がもうどうにもならない、飢え死ぬという状態に陥らせて、しょうがないからハワイを攻撃すると、おい来たぞってんでやるという、この相手をじりじり追い詰めて、切羽詰まった相手が反撃するようにするという、これがアメリカの一つのやり方ですね。それからもう一つは、もうもっとはっきりとした偽装ですね。これはフィリピンの侵略の時にメリーゴ事件というがありました。この軍艦の爆破事件、これも自作自演であろうと。ベトナム戦争のトンキン湾事件、これはもう歴史的にはっきりしてて、アメリカの偽装である。それから大量破壊兵器があると言って、イラクに攻めたものも最初からないということを知っていたと、こういう偽装を持って戦争を始めるというのもあるんですね。で、私がここでこんなことを言っているのは、アメリカ憎しでアメリカを非難しているわけじゃないんですよ。実はですね、私がこのことを書こうと思ったのは、この前アメリカの人がこう言ってたんですよね。偉い学者ですよ。アメリカのいいところはですね、そのアメリカの中で堂々と、アメリカは言ってることとやってることが違うんだと、ずっと違うんだ、言ってることは素晴らしいことを言い、やってることは非常に悪いこと、たちの悪いことをやってるんだと、アメリカの中で自由に言えるっていうのがね、これはアメリカを私、尊敬しちゃうというか、評価しちゃうんですね。日本がそんなことを言うとですね、それをね、空気で控えちゃうんですよ。いわゆる配慮するってやつですね。で、アメリカは配慮はしないんですよ。ちゃんと言うことは言うんですね。その要するに、建前と本音は違うんだと。だから、その私がそのハーバード大学の正義の話をしようっていうのを聞いたときです。あ、これはね、この正義っていうのはアメリカ人のいわゆるそのやっていいこととは違うんだと。日本はね、道徳的なことをしなきゃいけないと思ってるんですが、アメリカは道徳は建前だけでいいっていうことなんですよね。だから神が命じたからインディアンを殺していい。白人は優れてるんだからメキシコを取ってもいい。ハワイを占領してもいい。キリスト教は世界で素晴らしい宗教だから、他の仏教なんていうのは全部やっつけていい。共産主義は悪い考えだからそこに攻め入っていい。テロはいけないことだから空爆はいいけどテロはいいと。こうなってですね、それでやってくるっていう、そういうことがあるんですね。これはアングロサクソンに共通しているので、ちょっと後で話します。私がここで言いたいのはですね、むしろ日本、現在の日本人というのはですね、そんな日本の中でそんなこと言っては悪いんだと。例えば原発で食品が汚れたと、どんな食品でも日本人は非常に清潔感が高くて、そこに入っている添加物とかなんか表示しろとか言ってるのに、放射性物質が入ってるやつは言わなくていいと、こういうですね、空気を作ってしまう。アメリカに睨まれるから言わない。つまりアメリカの学者がアメリカで堂々と言ってること、ここで言ってることですね、それを日本の中ではアメリカに配慮して言わないと。これではですね、むしろ日本人の方に正義感がないんじゃないかというふうに思うんですね。昔は日本に正義感があったかどうかって難しいんですけど、あったんじゃないかと思われると、いう程度しか言えないんですが、それがですね、一つは考えることじゃないか。動画をご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録していってくださいね。